はい、どうも、サオでございます。マテリア採掘場の奇跡、超級が、遠征で取れたので、まあ、これをね、普通にやっていこうかなって思います。ただ、まあ、さっき負けましたね、初見で。まあ、で、分かったことは、まあ、ラメール強そうだなっていう。で、別にヘビーいらなそうだったんで、まあ、ちょっとこのパーティーでいこうかなって思います。で、このアークコアが出て、結構うざいんで、まあ、塗りができるようにサポートできるといいっすね。これ、上のゴースト。まあ、少しでもダメージを与える。だから、稲荷とかもいいかもしんないっす。まあ、今回、稲荷外して、ヒナ行きました。ヒナ潜在解放すると移動塗りアップするんで、まあ、さらにおすすめになるかも。で、ラメールはこういう風に、濡れるんで、スピードアップで。まあ、ほんと強いキャラですね。倒してくれ。くっそ。復活するんでね、ゴースト倒さないと。だからラメールが本当に良き。で、このラメール、スピード遅いけど、このステージスピードアップ出るんで、まあ、なんとか。塗って、行くと。次。さあ、またアークロットが出てくると。で、これ絶級だと上の、三角みたいなやつが、即死攻撃持ってますね。モンストの白爆発的な。倒して。オッケー。まあ、ゴースト先に倒せれば、あとはこの周囲塗って、貫通制限と、反射制限を倒していけばいいだけなんで、毎回このアークロット周り浄化するっぽいんだよな。この後の方っすね。今はまだ大丈夫、まあ、とりあえず塗る、まあ、アークロット貫通の方が塗りやすいっすね。 OK。 中央にいたら危ないな。これ塗れ塗れ。よし、キャンディーロットもいい火力出ますね。猫の狩猟本能を呼び覚ます時。まあ、このヒナの本当にヒナの持ち武器がマジで強いっていう。ちょうど生放送でスロット空いてんの出たんでそれつけてるんですけど。私がやるから。さあ、アリスですが、まあ、これ上経由のあいつ殴りに行く。で、ここ周囲塗れるようになる。ラメさんどうしよっかな。ラメさんはスピードアップして貫通制限倒すか。これで復活されるよな。まだ大丈夫だね。これスピードアップで倒せれば良いんだけど、やっぱラメールいいな、ここ。 OK。こういう風にね、周り浄化するんですよ、アークロット。なんで、まあ、塗ることを意識して、まあ、これで周囲塗れたんで死にますね。OK。で、ボスを殴り殺していくと。ボスは、これ回復取りたくねえな。あ、ナイスナイス。回復を最大にしてから、倒したい。さあ、回復が育った。いけ。ちょっとヒナの位置悪すぎだな。まあいいでしょう。そしてボス、まあ一緒なんですよね、やることが全部。ボスの火力が高くなるだけで。さあ、どうしよう。まあ、こう、お、いいっすね。そこはまれんのか。ここはまれるけど、なんか割と判定が、判定難しかった。さっきやってみたんですけど、これだとはまれねえな。無理だな。ちょ、待って待って待って。どうする？ラメール出すか。ラメール出せなかった。
海の男に不可能はないぜ。スピードアップ経由できなさそうなんで、こっちかな。アリス出してスピードアップ。オッケー、ボス先に倒せそうだな、これ。いてー、ダメール出してボス叩きに行きましょう。でヒナはまれる、ヒナはまれば倒せる、はまれれば。猫の狩猟本能を呼び覚ます。オッケー、核取れ、核取れ、オッケー。ここはまれるっぽいですね。長えな、懐かしいな、このスピードアップ長く続く感じ。ここはまりようないか。あ、でもこう反射制限とかはまれるようにできてるっぽいな。ここをはまれるんじゃない？無理ですね、まあ、こういうことはね、真面目な攻略の時やんない方がいいですね。はまれんじゃねえとか言って、はまれたらでかいですけど、はまれなかったら終わりですから、ね、ラメールね、スノースピードは非常に遅いからね。これでラメール出そう。いいんじゃない？濡れたんじゃない？濡れたね、オッケー。さあ、回復じゃねえや、 HP がやばくなってきた。濡れてなかろうが、ラメールは常にスピードアップしてくれるんで。出せねえな、ちょ、こう上来てえな、これで。なんかアリスがなんかよーくわからんことやってんな。オッケー、回復とリーのヒナ出して、貫通制限も倒したかったけど無理だった。貫通制限倒そう。いいっすね、回復湧きますね。濡れてると回復が湧くっていうか、アイテム湧くんですよ、結構濡れてると、まあ、なんでラメールの強さはそこにもありますね。この時を待っていた。まあこれ横勘で倒して塗りながら、濡れ濡れ、なんか上が濡れてね。まあまあまあ、これで 92% ぐらいでしょ。6でした。そして塗ったのに全部解除されていくと。いつでもいいよ。お、いい位置じゃん。これアリス出してれば解けるんじゃない、幽霊さんが。うずうずしてきたぜ。ラメ次で使おう。スピードアップしてアリス出す。大波の衝撃だ。次がルネ、あ、ルネッタで散らしちゃいましょうか。もういや、もう全部当てる勢いでもいいな、まあ、本当はルネッタ、あの単体集中すると火力上がるんですけど、まあ、こういう場合は普通メテオの従来の使い方でいいよね。これで消せた、上消せてね。じゃあ分身号令いきましょう。これはもう適当に打っても強いんでね。と言ったものの、スピードアップが拾いきれなかったという事故が起きました。でアリスのハンタースキルは基本使わなくていいです。弱いっす。あー、なんで濡れねえんだろうそこ。じゃあラメールいきます。遅延です。遅延なんで、何があろうが当てなきゃいけない。これが海の男の攻撃だ。行くぜ俺様の本気。行ってくれ。オッケー。強いっすね。スマートに行こうぜ。いたずらじゃ済ませてあげない。ラメール出して。ボス特攻。
次ひな勝ったな。行ってなんで勝ったな、やったかみたいになってんじゃん。まあちょラメールいるんでなんとか、まあ、って感じですね。非常にラメールが強いクエストかなって思います。ここはマテリア中級、まあフレンドでもね、フレンドでもねってか俺もフレンドで連れてってるんで、まあ、マテリア中級手に入ったらこんな感じのパーティーでやると、まあ最後ねギリギリだったけど、まあラメールいるんでそこカバーできるんで、まあ結構楽に勝てているのかなって思います。なんか初めて見たウェポンアーツのダメージ 7% 被ダメージマイナス 5% 移動時の濡れサイズ 5% 拡大。へえ、ウェポンアーツのダメージ、被ダメージ微妙やなこれ、まあ、とりあえずつけとくか。こうよくわかんないのついてるから、ちょパワー下げてウェポンアーツダメージ 7% つけましょう。 OK というわけでした。はい。ぜひともね、上級手に入ったら、こんな感じでやってみてください。ご視聴ありがとうございました。